おお、ちょっと見ない間にこんなにも書類が。あら、来てくれたのね。待ってたわ。そうなの、ちょっと書類が溜まっちゃって。悪いけど手伝ってもらえないかしら。ありがとう、とっても助かるわ。それじゃあまずこの書類を全部コピーするところからお願いね。埼玉と大阪に行っている間にどんどん書類が溜まってしまって、これだけの量があるとちょっと時間がかかるかもしれないわ。簡単な事務処理をサクサクしてくれるマシン、誰か発明してくれないものかしら。埼玉と大阪でのライブ、とっても楽しかったわね。みんなが一つになったのすごく感じたの。あなたの応援も嬉しかったわ。福岡でのライブもマリーたちの手で絶対素敵なものにしなくちゃね。そういえばライブの合間にちょこっと観光で見た建物もすごく素敵だったわね。埼玉には大正ロマンみたいな街並みがあって、とってもファンタスティックで、もちろん大阪も良かったわ。お祭りみたいなハッピーな街で、食べ物もデリシャスだった。天下の台所っていうだけあって、たこ焼き、お好み焼き、イカ焼き、いろんな食べ物があったわよね。あなたも喜んでたくさん食べてたけど、マリーもあんなに食べたのすごく久しぶりだったわ。少しくらい食べ過ぎたってマリーは平気よ。なんたってこのパーフェクトボディの持ち主だもの。なんて、実はみんなで大阪の街をジョギングしたの。スクーンアイローだもの。見た目には気を配らないとね。あなたと話していると楽しくて、つい余計なことまで話しちゃうわね。さ、今はとにかくこの書類を片付けるようにしないと、福岡のライブまでに片付かなくなっちゃうわ。でもさすがにこのペースだとマリーとあなただけじゃ無理かしら。そうだ、ちょっとダイヤにも声をかけてきてもらえる？生徒会室にいると思うから、お願い。